株式会社訪問美容サービスで役員をやっております佐々木優太と申します。株式会社訪問美容サービスで訪問美容をやっております山口奈々と申します。合同会社シェアで訪問美容をやっております代表の川端由紀と申します。ほぼ訪問を月から金までやって、その間に美容師さんの講習だったりとか、あと面接ですね、面談とか面接を主にやってまして、で休み日に自分のお客さんをやったりとかっていう働き方です。週2回ぐらいか訪問美容させてもらったり、ない日もあったりするんですけど、月4回5回は必ず行ってて、固定のところに行ったりとか新規のところに行ったりとか、それはその月によって違うんですけど、そんな感じで働いてます。フリーランスで今勤めてるところが結構自由度が高いので、お客様が入ってない時間帯に、訪問美容に行ったりなどして今は働いてます。専門学校卒業してサロンワークをして、で23ぐらいの時に一回こう大きな事故に遭ってしまって、で本当にその美容師戻れないよぐらいの強烈な大事故に遭ってしまいまして、正直その死ぬかもしれないみたいなところまで行って、で、今こうやって健康にやってるんですけど、正直復帰するのにリハビリ期間がもう半年ぐらい、一番がその右手がの親指が粉砕しちゃったっていうところで、入院中に僕が入院してた病院が男性病棟女性病棟みたいな分かれてたんですよ。でその時に何か知らないですけど、結構性格的にいろんな方とお話をしてて、で女性病棟のあるなんか元気なおばちゃんみたいな人が、僕が美容師だったってことを嗅ぎつけて話しかけるようになってきて、で髪型の相談とかされてた時に、こう美容室が私大好きだったから今入院してて行けないのがかなり苦しいという話をきっかけに、使えないこう右手は使わずに左手だけでその人のこう毎日ブローする期間が始まったんですよ、病院内で。でこう、美容業を今までやってきて、その訪問美容ってことは全く知らなかったんですけど、最初そのなんか目覚めるきっかけになったのはそこで、なんかその場所関係なく人のことをこうなんか元気づけたりきれいにできる仕事ってもしかしたらあるのかなって思い始めたのが多分23ぐらいの時です。自分も子供を産んで子供を育ててやっていく上で、やっぱりなんか母性本能じゃないですけど、なんか人にこうしてあげたいなっていう気持ちが強くなった時に、たまたま佐々木さんに出会って、で佐々木さんがその仕事をしてるって言われたので、あ、これはチャンスだなと思って、そこから訪問美容を自分がやっていくようになって始めたのがきっかけです。あ、やっぱり困ってる人っているんだろうなって、自分の中で、それを強く思って、そのフリーランスになって、自由な働き方ができるっていうところで、こういうふうに自分から行くっていうのってすごく素敵だなって思ったところがきっかけです。先の、ご本人はもちろんなんですけど、ご家族の方にも、家に来てくれて、なかなか出歩けない中で、予約をして美容室みたいに、切れるっていうことは助かるっていうふうにはやっぱ言っていただけることが良かったことかなと思います。訪問美容のって言われるありがとうはやってみて思いましたけど、美容師になってよかったって初めて私は思いましたね。サロンで、確かにやっててお客様に満足してもらって、あ、よかったって思うんですけど、そんなものじゃない感じがします。訪問美容で言われるありがとうは、なんか私すごいことしたのかなって思わせてもらえるぐらいなありがとうを言ってもらえるので、むしろそれが私のやりがいじゃないですけど、なんか次へ、またやりたいなって思わせてもらえるようになりました、そんな感じです。僕たちの仕事って
まあ、その方の最後の、担当美容師になるかもしれないっていう感覚が結構強くて、でその人が、まあ、正直その高齢の状態から最後亡くなるところまで担当できるっていう、なんかまあ一生涯顧客みたいな感じがこう今までやってきて、こんなに最後のところまで関わらせていただくことがなかったので、一番こうなんかその人の人生が見れるんですね。こうその人の人生をこう垣間見ながら僕らは訪問して葛藤していくっていうところって、なかなかこう何ですかね、他の仕事では絶対に感じれない感情っていうんですかね、なんか家族でもなくでも他人でもない、なんかその間のところに立てるんですよ僕たちって。だからなんかそれが一番こうなんかやってて、まあ良かったというか、何ですかね、その人のことを結構深く考えちゃう一因になって、すごく僕はこうこの仕事についてそれをこうなんか家帰ってから次はこうした方がいいかなとか、そういうなんか反省の時間が割と幸せだったりするのがなんか良かったかなって思うところですね。まあ結構今インスタグラムとかネットで検索するとそういうなんかもうやってますみたいな講習とかそういうのもあるので、一歩何か踏み出してみた方がいいかなって思います。でも踏み出した時にはもうちゃんとやるって決意しといた方がいいのかなっていうのも思ってて、まあ確かに聞いてみてブラックな部分、嫌な部分、汚いって言ったらあれですけど部分も多い仕事にはなると思うので、覚悟っていうのはいるかもしれないですけど、でもそれよりもやってみると、そうさっきの話じゃないですけど、なんかあ自分がやっててよかったなって思えることの方が勝るので、絶対一歩踏み出す勇気は必要かなと思います。やっぱり一人で始めるっていうのってやっぱり最初不慣れなところとか、まあ、分からない業界っていうところの中で責任を全部こう一人で持つっていうのは、まあ、それも一つ勇気がすごく必要なことなので、まあ、会社とかやってるところでサポートを受けながら、まあ、徐々に慣れていったりとかしていくのも一ついいのかなとは思います、まあ、すごくいい仕事なのでぜひやってみてください。この先、まあ、超高齢化社会という状態になって、高齢者の方々が人口の3割を超してしまうんですね。そうなった時に普段サロンワークでずっと今のお客さんをやり続けること、要するに新規のお客様がどんどん減ってしまうっていうのが現状日本では起こってしまうんですよ。でその分高齢者が増えていくっていう状態をまずこう理解することが大事かなと思います。でまあ、そう言ってしまえばその打算的にはなってしまうかもしれないですけど、まあ、そう言いつつ僕らの仕事っていうのは、まあ、他では味わえないやりがいだったりとか、まあ、こうその方に寄り添っていけるようなお仕事ではあるので、普段美容師やってて何か物足りないとか思ってる人がいたら、僕らとしては美容師をやりながらでも一つこう副業でも大丈夫ですし、あとその自分のセカンドキャリアとして今のうちに経験を積んでいくことがこの先、自分の糧になるかなと思うので、ぜひ一度体験でも見学でも来てみると結構世界観変わるかなと思うので、ぜひ来てください。いい仕事なので。